こんにちは。アマゾイスサポーター、堀ひろです。今日は今年の3月11日にサポートを開始して4ヶ月半後、ね、7月24日、昨日、売上9345ドル、まあ、達成された、先行してね、初めての物販、それにオーストラリアアマゾイスを、まあ、私のサポートを受けて取り組もうというのを選択された会員さんの、まあ、売上の推移をご紹介したいと思います。まず、3月11日にサポート開始しまして、翌月、4月の売上は30個売り上げて547ドルでした。で、その後、5月の14日、ね、2週間後、23個、606ドル。前の月はね、始めたての月は30個、1日1個のペースでしたけど、この14日はね、倍近いスピードで売れてるという報告いただいてます。そして翌月6月17日は売上3454ドル。7月10日は6003ドル。そしてその2週間後、ね、9345ドルと。まあ、半年後に、まあ、売上1万ドルで利益がね、20万あるいは30万というのを一つの目標にしてるんですけど、まあ、楽々達成するスペースで進んでいます。やっぱね、こうしましょうというのをね、素直に実行していただくと、まあ、本当にやっぱりオーストラリアアマゾン稼ぎやすいなということがね、言えます。まあ、今、日本で、まあ、会社勤めしてる人も、まあ、専業主婦してる人も、アルバイトしてる人もいろいろいると思うんですけど、何しろ月30万以上稼げれば、もはや、ね、本業並みの収入、あるいはね、もうちょっと頑張れば本業を超えるという金額になると思います。まあ、これだけのね、自力で稼ぐためのスキルをわずか半年やそこらで学べる、塾は他にないです。またね、これだけ早く成果の出る、副業も、まあ、やはり投下資金ほぼなしでね、これだけ稼げるというのは、まあ、ないでしょう。まあ、そんな形でね、どうしてこんなに稼げるのか、どんなふうなサポートをしているのか。あなたならね、いくらぐらい稼げそうか。まあ、そういったのをね、無料のスカイプ相談で、お受けすることができますんで、まずは、申し込みページの欄にね、メールアドレスを入力して、無料スカイプ相談にお申し込みください。日本に住んでるなら、アマゾイスで稼がないともったいないです。アマゾイスサポーター、堀秀夫でした。